ワンパチのお尻をずっと追いかけてます。今回はね、ごく普通の鹿のゲームの続きをやっていきます。ジャイアントコアラには勝てないのかな。あいつに戦ってみよう。どうだ。あいつは鹿とする。なになに、挨拶しよう。カン、菊池。菊池っていうのこいつ。鹿にするかこいつも。オッケー、お前はオタクなんだなきっと。あの魚は撃っても反応ないね。あ、いた！あいつはダメだ。あいつはこの町のボスだ。他になんかいないのかな。菊池ついての来なくね。あー、怖いって。菊池とそんなに瞬間的に前に現れるな、菊池。あ、菊池危ないぞ、お前。大丈夫？菊池ついてきてるか。菊池ついてきてるわ。ちょっと。あ、待って、こっちにも行けるじゃん。あ、ね、ちょっと海走れるんだけどね。なにこれ？サイじゃない？え、これただのオブジェっぽいんだけど。もしかしてさ、ここに牛持ってくんの？で、ここに鹿？よし、牛持ってくるわ、ハハレ。菊池、行くぞ！菊池、こっちだ！よし、いいぞ。菊池、牛を取ってこよう。あ、待って、マグロ？マグロじゃない？あ、ごめん、人追っちゃった。人間に戻す！挨拶する。ちょっと待って、菊池じゃないよ。このマグロだよ。乗る。マグロ乗れんの？いや、遅っ。ちょっと遅いんだよな、ここのなんか乗り物。なんでこんな遅いの？おい、菊池も乗ろうとするな。やっぱこれが一番早いんだよな。ああ、牛さん。あ、またか。またこいつじだろ。敵じゃないんだよ。ジャイアントコアラだったら怖いけど。あ、牛いた。牛さんを持っていかなきゃいけないんだ、母ら。羊にかまってる暇はないんだ。え、小さい牛さんいなかったっけ。あ、ここだ。うわあ、よし、牛を持っていこう。お前に決めた。シフト。よし、行くぞ。お前は連行だ。あのボタンのところまで走るぞ。え、待って、菊池いるか。菊池ついてきてる。菊池、待って、あ、菊池ついてきてた。ちょっとどうなるんだろう。ちょっとワクワクするんだけど。これどうやって上手に置くん。菊池、手伝ってくれ。あ、待って、投げちゃうんだけど、菊池。あ、ダメだ。ちょっと待って、むずい。あ、待って、牛が死んじゃうよ。いや、こいつらまだいたのか。今、お取り込み中なんだ、ハハラ。あー、ちょっと待って、無理なんだけど。おい、お前ら、とりあえず、肩をつけよう。来いよ。オッケー。よし、来た。行くぞ、菊池。あー、来た。ダメ。ちょっと、あ、くそ。いや、むずすぎる。おいおい、カバがどっか行ってるじゃん。ちょっと待って、カバ、むずすぎる。おい、カバ、持ってなくね、これ。カバが動いちゃったから終わりや。待って、50の塔ある。50の塔ある。あ、待って、この先は開発中らしい。ちょっと待った、菊池帰ろう。開発中らしい、菊池。そんな悲しそうな背中で語るな。菊池、行くぞ、菊池。あの牛のボタンは何とかしてやりたい、ハハレ。絶対に成功させてやる。シフト。よし、次はお前だ。もう何度でも何回でも持ってってやる。ここや。オッケー、来た。え、どう？おい、牛。牛動くなって。なんて動くの、すぐ。おい、牛。ちょ、何回投げてると思ってんの、マジで。めちゃくちゃむずいんだけど。てか、投げすぎた、マジで。え、てか、落ちてこなくない？え、ちょっとどこ行ったのね。やばい、帰ってこなくなっちゃった。何回でも成功するまで牛を投げ続ける、母親は。次はお前だぞ。あそこまでの距離ね、地味にあるんだよね。あ、詰まりました。いや、菊池強すぎだろ。また始まったぞ。え、なん、パトカーになった。あ、白熊になった。ちょっと。レベルが上がってる。やばいか、これ。白熊やばいのかな。あ、やばい。白熊やばいか。来いよ、来いって。いや、ちょっと待って。あー、つえー、白熊強すぎる。待って、2体いる。やばい、子が1体引け。おい、牛逃げるな。やばい。白熊ちょっと強かった。でも牛を諦めたくない、ハハレ。お、でも走ってるといいんじゃない。お、走り攻撃はいい。意外と効いている。どうだ、こいつ。お、フルボッコや。待ってた。いけ、菊池。あ、待って。あー、菊池助けてくれ。菊池来い、一旦来い、退避だ。そう、牛逃げるだって。なんとしてでもあそこに置きたいんだ、ハハラ。やばい、
白クマが来ちゃう。え、待って、牛どこ行った？またどっか行った？牛、牛、あ、いた。ちょっとまた牛浮かしちゃったんだけど、もうダメだ、これ難しいよ。待って、首伸ばしがあった。ハハルにはここで持って首を伸ばせばよかったのか。伸ばせた。分かった分かった、牛の攻略分かった。牛の攻略、このでっかい牛さんでやってやる。怒ってる？怒らないで、怒らないで、頼む、怒らないで。ごめん。来た、その時が。なに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 、あ、なんかすごいいっぱい動物がいる。なになに、嘘。あ、放たれた。うわ、なんか来た。わ、すごい。なになに、これ乗れんじゃない、ハハル。やばすげえ。アニマルコンバット、やった。あれ、アールの乗り物だ。やったぜ、よし乗ろう。これこの白クマなんてへでもないぞ。これコアラいけるぞ、勝てる。コアラに勝てる時が来た。今のハハルはこの世界で無敵だ。唯一の存在、神だ。そこに君臨できるのも今日だけだ。くらえ、うわー、来いよ。なぜだ。コアラには